重いもん。重い。だから飯食べて、から作っていたのがいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう、こっちの名前。いいねボタン。あ、その辺で待ってて。その辺で。氷バッグじゃないと、氷取ったやつじゃしょうがないじゃない？あっちバッグじゃない。あっち取ったやつ。
氷を打つというか顔じゃなくて氷顔じゃなくて氷サントリーガンすごいねサントリーガンあそこまで行って帰ってくれるんだ甘いっI'm sorry.
そいつはこの上から。
ありがとうございました。夜空の向こうをお送りしました。さあでは続いての曲はですね、今度はフュージョンのナンバーをお送りしたいと思います。日本人のユニットでディメンションという方々がいらっしゃるんですが、その方々のナンバーをですね一曲お送りしたいと思います。先ほどこう足を使ってというお話ししたんですけれども、次の曲では両足も出てきますので、ぜひ足にもね注目して演奏を聴いていただければと思います。曲の中では、サックスの音色とか、あとはギターの音色、そしてピアノも出てきますのでご注目ください。では、アライブ・ザ・エッジという曲をお送りします。居酒屋も入っちゃうから、わがまがね、あそこ今行ってから。白木屋？わかんない。白木屋わかんないけど、帰んないと手配できないの？帰んないと
気配わかんないの？携帯置いてんだよ。なんで？なんで？そんなもん。部屋の鍵持ってんだろうね。もちろん持ってやんだって。え？入れねえ。え？ベンチ座れさ座れねえな。息が座って。あ、電車来た。まあ、これ先のとこだな。そう、先のとこだ。これどこに行くの？あ、渡れる。
商品もらえるんだよ。
本当にありがとうございます。ここ雪の HTB 広場では大雪像豊平館が皆様をお迎えしております。豊平館は1880年開拓市直営のホテルとして建築された後、1958年に現在の所在地である中島公園に移設され、今もなお多くの市民や観光客に親しまれています。建物全体はアメリカ風様式を基調としながら、正面玄関の円柱や半円形のバルコニーにはヨーロッパ風様式を採用し、円弧型のハフ飾りには開拓市の建物であることを示す五稜星があしらわれるなど、一つの建物にさまざまな様式やモチーフを見つけることができる美しい建物で、1964年国の重要文化財に指定されました。どんだけ、ここに来たんだっけ？We ask for you not to park your car in the area along the old road.
丁目。クリス丁目で6丁目取ってこんなもんか。100メーター単位であれだな、1丁目1丁目だな。なんかでかいなのか無駄なのか今一時を考え基盤となって総領土の取り戻す領土はありませんか。よしける日本国民の皆さん頑張れ我々は政治結社神風青年会街頭遊説隊であります。はい、本日、2月7日は北方領土の日であります。ああ、北方領土戦後71年北方領土はロシアによって未だに一方支配されております。なので北方領土には軍事配備までされております。我々何があるのか。欲しいもん。茨城の方かどうか聞いたのか。何時ぐらい？
で、荷物取ってきちゃったら荷物持ってうろうろしなきゃいけないよ。いいね、いいねボタン押して。どこにあんの？な、何食べる？あ、寿司？あ、寿司もいいんじゃないの？軽く。寿司だったら手加減できんじゃない？食いたいだけ食えばいいんだ。人に冗談系行くもん。冗談系。なんか立地がいいとこでこう立地にこうなんだろう座ってさ、日向ぼっこしたい感じで。どっかコーヒー屋さん？コーヒー屋さんでもいいし。なんか見てみよう。なるほど。あ、グッズか。どことか。ああ、どことか。コンサートもあるかもしれんけど。なんか、オシャルグッズ、いいものあるみたいだな。あの、うん。これ高校の作品だ。高校生の作品。ワイン。ワイン。え？このままこれ見たらゲーってます。あれ？信用ないの？信用ない。信用。ああある。テレビでちょっか。よし。うん。あ、これ日本じゃないわ、日本人じゃない。
あ、これ、あ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